です。今日は土曜日ということでね、まったりした時間を過ごしてるんですけど、これからね、美容院に行ってきます。あれよ、私もともと動画でこの間言ったと思うんですけど、インフォメーションの仕事してて、その時はやっぱり接客業っていうのもあって、髪の毛の明るさはある程度決まりというかね、まあ茶髪は別にいいんだけど、あんまり明るすぎると良くないみたいな感じであったので、まあ焦げ茶ぐらいの感じでね、ずっと染めてたんですけど、今は特にね、そのインフォの仕事とかもなくなって、髪色を別に何色に染めてもいいんだなってなって、ちょっと久しぶりに明るめにしようかなって思ってます。私パーソナルカラーで言うとイエベスプリングなので、ベージュっぽい感じの、なんかマロンっぽい可愛らしいなんか色にできたらいいなって思ってます。でちょっとまずね、11月思った以上に動画が全然上げられなくて、本当にすいませんでしたって言いたいところなんだけど、もうね、こうすいませんでしたとか申し訳ない、なんか楽しみにしてくれてる人がいるのに申し訳ないって思うのはもうやめようって思ってて申し訳ないとか思ってどんどん自分を責めたりするんじゃなくて、それでもこうやって楽しみにしてくれてる人がいることで、私ってこんな幸せなんだなっていう風に幸せに思った方がいいし、感謝した方がなんかお互い幸せじゃないかなって思って、日頃のごめんなさいとか申し訳ないとかって大体ありがとうとか感謝の気持ちに変えられるんじゃないかなって思ってるんですよね。なんか気づいたんですよ、はあ、もうこんな私が迷惑かけて本当に申し訳ないとか思う時もあるかもしれないんですけど、じゃなくて、この私のために助けてくれてありがとう、ダメな自分じゃなくて、こんなに周りに恵まれてる幸せな自分って思った方が絶対いいと思う。まあその助けてもらって当たり前みたいになるのは良くないかもしれないんだけど、迷惑かけても全然悪くないみたいな、それはなんか逆に良くないかもしれないけど、そうじゃなくて、そういう風に思ってこうどんどんその自分を責めちゃったりする方は、もうごめんなさいを全部ありがとうに変えていこうっていう、そういう作戦でいきません？ちょっと準備しないとやばい、時間ない。最近ね、メガネばっかりであんまコンタクトはしないんですけど、さすがに美容院でさ、メガネあったらこの辺とか邪魔かなと思うんで、美容院行くときはちゃんとコンタクトつけましょうかね。まず服着替えよう、低く。ペちゃん、ちょっとお留守番してて。やだよね、やだね。はいはいはい。はい、着替えました。やばい、久しぶりにこういうことした。でーん、今日のお洋服、これでーす。ちょっと、お化粧だけ急いでしていきましょうかね。はい、はい。お化粧だけちょっと急いで、ふーちゃん、そこはどこなさい。お化粧だけね、ちょっと急いでやっていこうかななんて思っておりますけれどもね。まあね、そんなわけで、私はもう一度ね、病んでね、地獄を見たことがあるので、本当に病まないようにね、日々ね、考え方とかを工夫して頑張ってるんですよ。例えばさ、昔の動画で、覚えてくれてる人いるか分からんけど、昔の動画で私特定の美容院に通ってなくて、ずっとなんかもう気分でその日美容院行きたいってなったら、ホットペッパーでなんか安いクーポンを探して行くって前動画で言ったことあるんですけど、最近ねやっとね美容院通い始めたんですよ。その同じ美容院に通い始めて、口の鼻の下伸びちゃうの、なんで伸びちゃう、伸びちゃう、怖っ。あ、結構それなりに時間がなくて今内心焦ってる。ごめんね、またすぐ帰ってくるから。不服そうなふーちゃんです。帰ってくるよ。日差しが良かったから
今日はポカポカ系かと勝手に勘違いしちゃって、ポカポカ系したら外めっちゃ空気冷たいです。ください。ちゃんちりん。ちゃんちりんは。ちりん。うん、ねりこさん。上手にちりんできました。ちゅ。ただいま。嬉しいね。嬉しいよね。うん、あ。でっかいうんちしました。でっかいうんちじゃ。というわけで帰宅いたしまして、こんな感じの髪色になりました。やっぱ本当にベージュっぽくするとなるとブリーチとかも必要らしくて、で私もともと髪の毛が明るかったわけでもないから、割と1回でねそのベージュみたいな色までするのは難しいらしく、まあ、とりあえずね今回はそのブリーチもしないで普通のカラーでできる限りで明るい色にしてくれました。次また同じようにやったらもうちょっと明るくなるって言われましたね。なんかカットはどうしますかって聞かれて、なんかそんなね前もって今日切ろうとか思ってたわけじゃないんだけど、なんか最近切ろっかなって思ってたからね、いざ聞かれたらじゃあお願いしますって言っちゃってね、ふいちゃんね、いいかいな。なんかでね、それでだな。本当はね、今日美容院行ってネイルサロンも行って、なんかめっちゃ美容デーみたいな、女子力高めちゃうデーみたいにしようかなって思ったんですけど、だいたいさすごいシンプルなやつで5000円とかするイメージで、なんか検索しててもだいたいそのくらいだったんですよ。それが1ヶ月ごとに行かなきゃいけないってなると、毎月固定費で5000円かかるみたいな感じってことでしょ。ちょっとケチ出ちゃう。そこなんとかならんかなって気持ちが出ちゃって、やっぱ自分でやるのが一番いいかなってことでね、今回これを買ってみました。じゃじゃん、ロフトで買ったんですけど、これはですねジェルネイルシールっていうやつで、シールを貼ってで、ジェルネイルの時にやるライトみたいのに当てると固まって、なんかこうジェルネイルしたみたいにぷっくりした感じになるよみたいなやつで、でも実際にまだやったことはないんで、不器用な私でもちゃんとうまくできるかちょっとまだ見ちょっとまだね、なんとも未知の領域なんですけど、これねライトも買ってみました。これで固めるんやって。上手にできるかな、でも楽しみ。そんなわけでですね、ちょっと最近見ているドラマがありまして、最愛とあと半推しを見ているんですけれども、皆さんは何か何か皆さんは見ているドラマありますかね。最愛っていうやつね、今一番ハマって見ているドラマなんですけど、それがねまだちょっと最新話見てないので、これからちょっとゆっくりしながら見ようかなって思ってるんですけど、さて最愛をね楽しんでまったりした後、セルフネイルを頑張りました。まずはこのベースがねついてきたんで一応やったんですけど、これの使い方がね本当にマジでわからなくて、これは一旦固めるっていうので合ってますかね。なんか固めないままシール貼ると全然うまくできなかったのでやったんですけど、大丈夫でしょうか。で自分の爪に合わせてねシールを選んでいきます。これはねほんとシールをペタって貼るだけだからめっちゃ簡単だし楽ちんでした。で
この後形を整えるのが結構難しいかなと思いましたね。ハサミをね最初使ったんですけど、ハサミ使うとザクッと切れちゃってガタガタするから、後半はハサミ使わずシールを爪でグッグッて押し込んだ上でヤスリで削り落とすっていう方法に変えました。そっちの方が私的には上手にできるかなと思います。で固めたらこんな感じになりました。初めてにしてはまあまあの出来かなはい、最初は初めてでわからなさすぎてすっごい時間かかっちゃったんだけど、慣れてくると結構サクサクねできるようになって、複数の指を一気に固めたりとかね、効率化も図れるようになってきてなのでコツさえ掴んじゃえばね、そんな時間がかかるものではないかなって私的には思います。こんな感じで全部の爪やっていくんですけどね、とても長いのでここからは超高速早送りでお送りしていきます。でね、一応注意喚起なんですけど、こういうネイルとかってねツンとしたきつい香りがするものが多いじゃないですか。でやっぱ小鳥さんにとってそういうのは良くないので、ネイルとかをするときは違う部屋でやるようにしたりとか、カゴをちょっとね移動して離すようにしたりとかした上でしっかり換気してやるのが安心かと思います。で完全に乾き切ってから触れ合うようにするっていうのは徹底した方が安心かと思うのでね、お互い気をつけてやっていきましょう。というわけでだいぶ早送りだったんですけど完成しました。どうでしょうか。個人的にはねめっちゃ気に入りました。かわいい。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。今日は美容院に行ってね、ちょっと髪型をイメチェンしたりですとか、こんな風にねネイルで女子力を高めちゃったりとか、うちはちょっと警戒してますけど爪、すごく充実した一日でした。そうだ、またね今度12月からはサブチャンネルのラジオを頑張ってまた再開していこうと思っておりますので、そちらもよかったら聞いてね。じゃあね、おやすみ。もう疲れた。寝よう寝よう、ちゃん寝よう寝よう。この指怖いね、指怖いね、びっくりしちゃうね。いえ、ふーちゃんに嫌われます。慣れてもらおうと思います。バイバーイ。おやすみー。